3つ目の穴ですこれは穴というかですねむしろセキュリティなんでしょうか何なんでしょうか調査が困難なんですえどういうことですかまずですねこういった政治資金規制法というのがあって罰則もあるんだということであると破ったら政治家さんだってこれ大変な目に遭うんじゃないですかこうなりますよねところがなんとですねこのですね法律はですねなんとどういうわけか 非常に時効が短いんですね。えー、時効になるのを待ってね、犯人がね、逃亡を何年も続けてたなんていうね、そういうね、時効の10年とか20年っていう犯罪とかで比べて、なんとね、3年。えって。3年経ったら、はい、無罪ございます。不正な会計処理をしてても、あれなんて。買収してたよねとかね。なんか自分のために使ってたよねなんて言ってますね。 3年ってる時効でございます。短いんです。シーカーも、しかもですよ。これ、公開されるまでの時間ってのがありますから。その年1年のこれが公開されるよっていう年末、その年始の方で不正してたらどうなるんでしょうか。なんと1年間使えちゃうので、残り2年です。調査できるのが。公開から時効までが。 2年ぐらい。の2年だけバレなければ。2年間バレなければ、もう罪に問われることはございません。はい。その上で、皆さんに、バッドニュース。この政治の収支、政治資金の収支報告書の保管期間が限りがあるんですね。この保管期間があら不思議。3年です。つまり、時効と同時に抹消です。 時効しとるやないか、でも悪いことしてたなーって後から調べることすらできない。なんと3年で自故成立とともに書類は抹消されます。そんなバカな。後から調べることすらできないのか。しかもこのデジタルの時代でございます。 紙の保管が大変だからということなのでデジタルの時代なのにもかかわらずまだここが改正されてないんです文書保管は3年なんと政治家さんの資金的不正を見つけようと思ったらこの発表から時効までの約2年間ぐらいで調べなきゃいけないということになりますはいその上で今回の改正がどうなのか後から見るんですけども 今回の改正でびっくり仰天なのはですね、制作活動費ありましたよね、先ほどの。先にもう面白いとこ言っときますよ。制作活動費、ザ・キング・オブ・ブラック・ボックス。幹事長が年間10億円もらえる、あれの領収書を出せってなったんですよね。うん。お、切り込んだね。えうん。よし、わかったってって、ね。領収書、10年後に公開するっていうのが今回の改正案の一個なんですよ。 分かります成立したのは領収書を10年後に出すんですよどういうことですかはるか前に時効は成立してますわけが分からないですよねしかも文書の保管期間3年間ですよ矛盾してますわけの分からない状態になってるわけですよねしかも公開の範囲や仕方はこれから具体的に検討するそうですつまり 部分部分黒塗りで公開してもいいってことになる可能性が高いんですよ。部分部分を黒塗りで10年後に公開したとおって証拠はつかめない。そして犯罪にもできない。そういうことなんですよ。とんでもないことになっております。ザルホスリー3ポイントおさらいしましょう。なんと、使途が不問。何にでも使い放題。そして、 その使い放題のお金が2税金ゼロそして3番そのを調べるのは困難でございます至難の業でございますなぜなら保管期間と時効のダブルブロックがかかっているからなんですねなんということでしょう防御力マックスさすがは立法府の皆さん 自分たちをガードするっていうところにおいてはもうこれだけ強力なですね、ざる法はないのでございます。さあ、そんなざる法。でも今までも何度か改正してたよね。これなんですけれども、その歴史を見ていきたいと思います。なぜ今こんな状態なんだどこかで誰かが直さなかったのかと憤りの皆さんに歴史から線でご理解いただきたい。 改正と抜け穴の歴史でございます。戦後1948年。ねえ。1945年に終戦しまして、1948年。まだ GHQ が主導の頃でした。政治資金規制法というのが GHQ 主導でアメリカを元に作られたんですね。ですが、ここでのポイントは、もう全くですね、えー、報告しようねなんていうところあったんですけど、寄付の上限すら設けられていないゆるゆるだったわけでございます。 えー、その1948年ゆるゆる、えー、そのゆるゆるの状況で GHQ でなんとなくスタートしたんですが、もちろん不正は横行しました。1948年という段階ですから、まだ自由民主党、自民党というのはできてないんですね。自民党というのは、えー、55年体制という言葉で有名なように、1955年に自由党と民主党というのが合体して自由民主党になり、時のですね、 共産党ね、これに対抗するべくですね、保守合同なんて言ってですね、共産党の、まあいったら労働者による革命。 その頃にはまだですね、ソ連とか中国とか共産党、社会主義っていうのは非常に猛威を振るってましたので、アメリカを中心とする資本主義社会と、中国、ロシアを中心とする社会主義、共産主義社会というのがバチバチやってた中で、アメリカ陣営の流れを組むですね、政党、資本主義、万歳ということで、自由党と民主党が合体して自由民主党。 これが決闘されるのが1955年なんです。この1955年自由民主党というのが保守合体した時によってですね、要するに最強、最強政党ができるわけですよ。 自由党と民主党両方強い。その上で合体して最強政党になりました。最強政党になったことによって権力、お金が集中する。権力、お金が集中すると何が生まれるかというと腐敗が生まれるんですね。権力が腐敗していく。もうこの頃のですね、1955年からある時期までですね、まあ、いわゆる雑な腐敗ってのがいっぱいあったんですよ。原生を直で渡すっていうですね。 もう、ザッツ賄賂っていうのをですね、もうたくさんやるんですね。それがバカか、ああ、明らかになってですね、どんどんですね、そういうなんとか、造船義国とかですね、黒い霧事件とかですね、えー、そういったものが色々と渦巻いてですね、規制されていくんです。そんな中ですね、ついに、天才が現れるんですね。それが田中角栄です。 田中角栄首相というですね、このお金づくりの天才だったと言われているわけですよね。新潟から出てきました尋常小学校が最終学歴。他の東大卒のですね、えー、まあエリート政治家を尻目に。 昭和のね、えー、その最初の方っていうのはですね、まあ、基本、いわゆるですね、えー、まあ官僚上がりの東大卒のといったですね、エリートがアメリカと渡り合いながらですね、日本のまあ政治を牛耳っていくというのが中心だったんですけど、なんと新潟から出てきた尋常小学校卒、学歴のないですね、えー、人がですね、バリバリやっていく。それは何が上手かったかというとですね、お金の扱いが上手かった。その上で議員立法というですね、議員発案で法律を通していくというのを バリバリやってて勉強家なんですね。法律を作って、バン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 お金を引っ張ってくるという力。コンピューター付きブルドーザーなんていうあだ名がついたんですね。すごいパワフルだけど、緻密で頭がいい。人と会ったらその人のプロフィール忘れないっていうんですね。あ、お子さん生まれましたね。あ、お娘さん受験です、ね、なんて、これ全部わかってて、法律も全部頭に入っている。その上でものすごいパワフルに土下げを仕切ってた社長だった。これが田中角栄でございます。この田中角栄。 51歳の若さで総理大臣なんですね。えー、すごい、若いです。50代ですよ。50代前半で総理大臣になる総理大臣になって、ついに文春法が放たれるんですね。えー、それが田中金脈問題ってやつなんですね。えー、田中角栄はですね、シンプルな賄賂でお金をどうのこうのもらうなんて、そういうことではなかったんですよ。えー、田中角栄はファミリー企業を通じて、 自分の親族にか、会企業を作ら,作らせると思うんですね。その親族の持っている企業がですね、信濃川流域のある、ね、よく氾濫に襲われている河川敷の土地を一帯を買うんですね。これは氾濫が起きる、よくね、あのー、水害が起きるところだから安く買う買えるよなんて言ってですね、4億円で買ったそうです。まあ、とはいえ 4, 4, 4億円、広い、広い場所だったわけですよね。その4億円買いました。その直後に、 買った直後に、工事が入るんですよ。国家事業で、建設、日本、改造計画、列島改造論、ね。ばー、工事して、堤防ができる。あら、堤防できたら、ここもう氾濫しないから一等地だね。4億年で買った土地が、なんと数百億円に値上がり。田中閣栄のファミリー記号が大儲け。このスキームを、 フリージャーナリストの立花隆さんが熱心に収支報告書とあれをこの短い期間の間に調査して突っ張抜いたんですよ。これ通常の賄賂と違いますよね。いわゆる土地の開発とを絡めた、しかもファミリー企業を通じて迂回、迂回させた上でインサイダーしてるんですよ。株式、絶対上がる株式ってね。 内側の、ね、企業で、あ、これはね、もうああの、合併が決まってるから、これ株価上がるぞ、なんて、内側の人間がその株を買うことができないんですよね。情報を持ってる人間が株を買えないと、これインサイダー取引だっていうね。ズルだってことですよね、えー。これをですね、政治家が土地開発というものでやったインサイダー取引なわけですよ。 賄賂を直でもらうとか、直で渡すみたいなね。玄生どんなんていうのは古典的な汚職と言われてまして、この田中角栄さんの田中金脈問題っていうのは、ものすごい緻密で巧妙で複雑なお金の作り方だったわけです。これが明るみに出て、田中角栄さんの支持率なんと発足当時60%超えてたのに、ガーンと下がって20%。総辞職。追い込まれるわけですよね。対人に追い込まれたと。 そしてその時のですね、金権政治じゃないかという煽りを受けてついに1948年からのこの政治資金規制法が改正されることになるわけですよ。とはいえ、この改正はまだ全然緩いんですね。企業の規模によって寄付の金額には上限を設けましょう。それぐらいのこと。まだ全然なんですよ。まあ、言ってもね、 格栄さんが凄、ね、かっただけで、まあ、これぐらいガードしとけばいいでしょうみたいな、こんなのかもしれません。ですが、その田中角栄さんの流れを組む、形成会。ねえ、田中角栄首相はですね、その後、ロッキード事件のアメリカとも揉めてですね、なかなかこう、表に出れず、表に出れないながらに、首相を作るキングメーカー闇将軍、なんていう風にね、言われてたんですけれども、このまま田中角栄復権はないなということで、その、 ねえ。こう、弟子たちがですね。よし、ちゃ俺たちが、竹下登さんの時代ですよ。ねえ。ところが、この時代に明るみになった、また汚職が来るわけです。それが、リクルート事件。リクルート。有名な会社です。大きい会社です。このリクルート。子会社、関連会社、リクルートコスモスっていうものの会社の未公開株。これを渡したんですよ。わかります未公開株上場すれば、 大企業の関連会社、バーン株価が跳ね上がる。それをどうぞ。絶対当たる宝くじみたいなもんですよ。これもインサイダーですよね。このインサイダー賄賂っていうものが、田中角栄の場合は土地の売買と土地開発。それとは違う未公開株の配布。これですよ。 ねえー、まあ、その後にも佐川急便事件なんていうのもありまして、えー、この自民党の汚職がですね、うわーっとまたですね、騒ぎになる。そしてついに94年にもう一度改正される。前回田中角栄金脈問題74年を受けての75年の改正から、えー、また時が経ってね、ね竹下登リクルート事件、金丸新佐川急便事件、そういうのがあって、自民党、これはもう金券政治じゃないか、やめろということでついに、 なんとあの55年体制が崩壊する。ね。自民党が野党になった。そう。細川森弘さんと連立与党ですよ。今回のあの小池百合子さんが出てきくるきっかけにもなった。あの、細川森弘さんの時に改正が行われた。その時にですね、政治家個人への企業からの献金はダメよと。ここでようやく。 個人じゃなく、正当にあげようよ、というルールになったわけです。その上で、政治資金、パーティー、100万円以上は、記載しようねってなってたものを、20万円以上は記載しようねになったんです。えは今回先に言ってきますけど、今回の自民党の改正案は、20万円から5万円にってなったんですけど、もともとはなんと100万円だったんですよ。 100万円以上は記載しろ。それが20万円以上記載しろになったのはこのリクルート事件、竹下さんの頃を受けてゲアした時のものだったんです。でも20万円にしたらなくなったのかななくなんないよ。小口に分けただけ。それぞれ20万円以下にしといてねーって言って記載しないで済むように 一人でね、会社の担当が一人で何口も十口買いまし、えっとね、50口買います、100万円で買いますって言うんじゃなくて、20万円を担当を5人にして、5人の担当が20万円弱ずつ買うっていうふうにすれば、いくらでも名前を記載せず、年月記載せず献金できるんです。担当を一人から5人にするだけ。ってことは、 20万円から5万円になるのってどういうことね。担当を20人にしたらいいだけ。小分けにすれば、いくらでも不記載でお金は企業からもらえるんです。大企業からもらうときに担当窓口を20人にしてくださいね。今ごめんなさい。昔は1人でよかったのを5人にしてもらいましたけども、今回は20人にするだけでいいんでよろしくお願いします。大企業だったらできます。そうですよね。 なので、こういうことがあったんですよ。で過去と同じこと今やってるの。線で見ると今自民党さんが何やろうとしてるか分かってきたよね。しかも、個人への献金はダメよなんて言ったんだよね。でも個人への献金ダメよって言ってるんだけど、政党がもらわなきゃいけないって言ったけど、はい、どうなってんのこれ。政党がもらうんだけど、政党支部と本部両方もらえるんです。 政党支部って作る制限があるのかとかないんですよ。自民党さんって政党支部なんと7000もあるんです。わかりますつまり、俺個人じゃなくて自分が政党支部作ってますって言ったらもらえちゃうんです。個人で。さらに政策活動費ってなったら政党にあげたお金を 分配したら、分配した報告はした、するけど、分配された側は報告しないでいいんですよね。はい。個人にあげないなんてことは別にない。派閥でキャッシュバック。はい。これも個人ですよね。企業から集めて個人に還流してる。いくらでも企業から個人に流せる。企業から政党を経由すればいいだけ。 ザルなんですよ。その上でここで正当交付金が導入された正当交付金は企業からもうもらわないことを誓うためではなかったんですよこれ個人への企業献金をしなくする100万円から20万円以下にするということでこの減りそうだなっていうところを穴埋めするために正当交付金という仕組みは 抱き合わせで OK だったんですよ。つまりこれはですね、企業からはもらい続けるぞ。その上でもらいづらくなるからって言って保険でもらったのが余計に。逆にですよ、トラブってトラブってどうなったか、1994年の改正でですね、毎、毎年ですよ、150億円もらえるようになっちゃったんですよ、自民党は。 だからこの改正の時に目を光らせておかないと、この後どうなるのを目を光らせないと、改正したよっていうのはこれ改正じゃない可能性あるから。改悪の可能性があるから。だから改正案を見なきゃいけない。政治資金規正法。それは、政治家を特権階級にするスーパーブラックボックス法案なんです。 そのスーパーブラックス法、ブラックボックス法律について我々は何も知らないんです。なぜなら名前が難しいから。調査研究広報滞在費なんて言えば、言えばみんなが逃げて帰るってことが分かってるんですよ。ね。立法事務費、政策活動費って言ったらなんかすごいことなんじゃないかな。いくらなのかな分かんない。幹事長が年間10億もらってる。 調査、調査研究広報滞在費で、毎、毎月、毎月100万円もらってる。立法事務費で毎月65万円もらってる。そんな事実があるなんてことを全く知らない状態で、なんとなくニュースを見て、改正されたんだ。岸田さんやってくれたな。よっしゃよっしゃと思ってていいのかということで、改正案のまとめをもう一度お皿で見てみましょう。皆さん、ここまで前提を話して、これから改正案を見ていくんですよ。 これがテレビのニュースとの違いなんですよ。テレビのニュースでいきなり改正案がボンと出て、これはいいのか悪いのかなんて議論してもですね、歴史と基礎知識がないから判断はできないんですよ。そうですよね。改正案だけを報道されても国民には何にも伝わらない。大事なことは、そもそもこの政治資金規正法が一体どういった根本の問題点をはらんでいて、それがどのように歴史の中で 修正されなかったのかを理解してから今回の改正案に臨むことでようやく自らの意見を持つことができるんです。では改正案の主なところを見ていきましょう。パーティー券の名前と収支報告書をですね、いろいろ書かなきゃいけない。記載義務の、えー、金額。 それが20万円以上だった現行のところから今回の改正で5万円以上を記載しようとなりました。でももう皆さんわかりますよね。企業側の担当窓口を小口に分ければいくらでも不記載で企業から献金を受けることができる。はい、これ正解はですね、企業献金は一切受け取らないが正解なんですよ。わかります企業パーティーと企業献金は一切受け取らない。 企業パーティーを一切しない。なんで、そんな風にして政策活動、政党交付金があるじゃないか。政党交付金があるんですよ、すでに。にもかかわらず、企業と団体から献金をもらうってことはですね。もう癒着を許していることになるんですよ。入り口は狭くしても、100万円から20万円になっても治らなかったものが、なぜ20万円から5万円にしたら治ると思えるのか。その上で、 ザ・キング・オブ・ブラック・ボックス制作活動費。これが元々は全く何も公表する義務がなかった非公開だったところからですね、今回の改正で大まかな項目と年月を公開しましょうと。使った。使った大まかな項目と年月の公開です。あ、年月は月日の公開ですね。はい。年月日ですね。 何月何日に大体何々の名目で使いました。この大まかな項目というのが一体どういう書き方をされるのかについては具体的には決まっておりません。なので、交際費とかですね。なかかんとか勘とか日って言われても一体誰にいくらこれわかんないわけですよ。誰にいくらはわからない。項目と月日だけがわかる。 それ一体何の調査ができますかってことですよね。はい。その上で、領収書。これはもうバッチリデータだね。誰に何のがわかる領収書は公開できないんですかはい。10年後公開しましょう。なんですよ。10年後しかも、公開の仕方は要検討ということですから。誰の何にを黒,黒線引いて、はい。領収書公開したよ。これできるわけです。しかも10年後ですよ。 遡るのは死な。さらに、時効は済んでる。犯罪として立件することもできない。一体これの何の意味があるのか。この政治資金規制法というのは、第一条にですね、政治の資金を使う、その使い道に関して、国民からの不断の監視と、批判のもとにあるべきって書いてあるんです。不断のっていうのは絶えまないってことです。つまり、always ってことです。 オールウェイズ監視されて、オールウェイズ批判されろそういう風うに第一条に書いてあるんですが、なんと10年間取得することは普段のに入るんでしょうかいいえ、入らないでしょう。その上で、今言ったパーティー券の5万円以上記載とかですね、制作活動費の非公開。まあ、ここら辺ですね。もらい方。それの報告の仕方。それ以上にですね、もうちょっと切り込んだところで言うとですね、税控除問題ありましたね。はい。 自分のせ政治団体に寄付をしたら税控除。この非課税問題。こうポイント。それと、第三者による監査。これアメリカなんかではやってるんですよ。第三者機関によるチェック。一応ですね、そういうチェック機関みたいなのが、総務省とか、ちょっとあるんですよ。だけど、全然、全く骨抜きになってる。内輪の、なんとなく、監査のやり方を策定しましょうと、全然機能してないのが2個あるんです。 そうじゃなくて完全に機能する第三者機関を設けましょう。これについても検討。非課税のことと第三者チェックは検討のみです。不足で検討するって書いてあるだけ。今回の改正案は。はい。その上で、大元の大元で完全スルーを決め込まれたのが、企業と団体からの献金そのものに関しては、なくすというのは一切ないです。つまり、企業とや団体からの献金を パーティーを通してもらうという基本方針は変わりません。それのもらい方が20万円以上は記載するところから5万円以上記載です。でもこの5万円以下には不記載が残っている以上小口に分けたらいくらでも不記載にできるんです。それ以外は要検討です。わかりますか制作活動費も10年後に 公開するよ、領収書を。だけど、領収書の公開の仕方は要検討でございます。つまり、今回の改正案で明確に決まったのは、20万円以上記載が5万円以上記載になっただけなんですよ。これは、野党さんが怒るのは、わかりましたよね。はい、今回の改正案について皆さんがどのような意見を持つのか、ということに関しては、 はっきりとした意見が持てると思うんですね。それはなんでかというと、状態を理解したからなんですよね。ですが、その状態をいいと思うっていう国民の意見もありだと思いますよ。つまり、政治家の人は使と不明金をバンバン使って政治活動をしてください。そういうもんでしょう、政治っていうのはっていう意見もありだと思います。はい。政治っていうのはいろんな社会だってね。お金をバンって渡して、それでいい国にしてくれるんだったらそれでいいよって。ね。 そういう風な意見を持つことも大事だと思います。ですが、大事なことは、政治家さんはかなり特権を持っていて、使徒の不明なお金を毎月もらうことができるだけではなく、幹部に至っては、何億何十億というお金をですね、使徒不明で使うことができて、そしてそれに関してのチェック機能というのは、意図的に、半ば意図的に、 困難にされている状況であるというのが、このぎゅーっと詰まった政治資金規制法の大きな問題点なんです。この政治資金規制法がいいじゃないかと思う方もいていいと思いますし、それは個人の自由だと思います。ですが大事なのはこれを理解することだと思うんですよね。国民の皆さんこれを理解した上で投票しているのか、それともなんとなくいい人そうだからイメージで投票しているのか、それとも投票すら諦めているのか、 世界を見てみましょう。アメリカでは第三者機関によるチェックは行われています。フランスでは企業献金ではなく政党交付金を中心にやっていこうという方向に切り替わりました。人類は古代いろんな賄賂の仕方、暴虐な法律、残酷な処刑いろいろありました。奴隷制ありました。でもそれを乗り越えて乗り越えてちょっとずついい国になっていった。いい法律になっていった。ね。 人間は少しずつ前に進んでるんです。古代から中世、中世、近世、近代、現代、変わってるんです。現在の日本の政治のこのルールというのは、若干時代遅れに私は感じます。皆さんが一体この日本をどういうふうにしていくのか。日本の政治をもう少し前に進めるには、ポイントは第三者機関からのチェック、企業、団体献金の廃止、そしてデジタル化です。 三年で処分する書類。そんな時代ではないですよね。データベースいくらでも残せます。いつでも引き出せる。それがデジタル化。本当にデジタル化しなきゃいけないのは国民のマイナンバーよりもっと前に政治資金の方なんですよ。デジタル化する。第三者機関にちゃんとチェックしてもらう。その上で企業団体からじゃだけじゃなくて国民の税金からいただいている政党交付金を大事に使っていく。これだけで政治は回っていくはずなんですよ。 綺麗なお金だけでちゃんとした選挙をすればみんなの選びたい人が選べるはずだ。理想論ではない。これは他の国ではもうできていることなんです。ではまたプログレス 今は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ